き泣いちゃった。おはようございます。めっちゃジュルジュルってなりそう。おはようございます。めっちゃなんか急カーブしちゃった。おはようございます。なんかめっちゃ素知らない間にね、きっかけ傷がいっぱいできてた腕に。なんでだろう。なんか弟かなって思ったんですけど、最近できたの弟じゃない。なんでだろうっていう、とても不思議です。なんかめっちゃ前髪が邪魔になっちゃった。うっすらだから全然見えないんですけど、ここにピンって入ってるのかな。新しくてなんか昨日さ、ご飯食べてて気づいたんですよ。謎すぎる。謎。ピーって。ね、なんでだろう。わかんない。全然痛くもなんともないんですよ。わからない。マイキー化してきてる。どう？おはようございます。なんか、ね、色がねよくわからない色してきました。でもあれかも、ちょっと金髪っぽくなってきた。前髪伸びちゃったから切らないとだ。ちょっとだけ。見てください。前髪がちょっとくねんちしちゃうからやけど、もう目の下まで来た。切ってもらった時この辺だったんですよ。ちょい目の目らへんだけど、もうここら辺まで来た。あっと今過ぎて伸びるのが早い。前髪ってほんと伸びるの早いですよね。なんでなんだ。後ろの髪の毛も同じくらいの速さで伸びてほしい。おはようございます。
6時半に起きて、起きたけどちょっと寝ようと思って二度にして、で30何分かだったから、あやばい起きないとってなって起きて、顔洗った。ちょっとやばいだから、おはようございます。そう、ちょっと若干プリン、これね、わきめ、いやわかんない、若干プリン化してるかも、のもあるし、若干プリンしてる。もう早くない？早いですよ。コンプリンだよね、なんかコアプリンしてなさそうだけど、この違いは何なんだろう、わからない。あっという間にプリン、プリン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 、多分ここは分け目がいけない、道に元見えてもほら、本当はねこうなのけど、前髪が今長すぎてめっちゃプリンに見えるけど、こうしたら普通の、ちょっとだけこの辺がちょっと若干プリン、この前髪が長すぎて長すぎですよね、ちょっとだけ切ろう、ちょっとだけ切る、ね、早いですよね、ここいけないよね、なんか変な脇目みたいにできてる、本当はできないんですよ、こうなるよ、ね、なるんだけど、めっちゃさかかる、なんで、ね、多分ここで分けてるからだとめっちゃプリンに見える、だってまだ1ヶ月経ってないもん、まだ、でも言うてもに、もうちょっと1ヶ月なのかね、この色にして、最初は家族なの、え、最初はネイビーだったんですよ、色がネイビーだったんですよ、だからみんなね、え、すごい青だみたいな、なんか2歳だけちょっとなんか変なこと言ってたけど、あれピンクって言われたけど、ちょっ
違うかな、真逆かなみたいな、青だよって言ったら、え、青みたいな、興味津々な感じだった。え、青なのみたいな、え、すごいんだけど。で、一番びっくりしてたのが小6、え、ママって、さっきの髪色が帰ってきたらなんか変わってんだけど。たら次の髪色変わってんだけど、えっ、どうしたのって言われた小6の弟に。小6の弟が一番びっくりしてて、ママはもう知ってたの、さっきは言ったの、で染めたいんだよねって話してて、で、え、最初はめっちゃ金髪っぽい感じ、なんていうんだろう、ブロンドカラーっていうんですけど、そう、ブロンドカラーしたいなーっていう話をしてたんですけど、さすがに急にそれしたらちょっと怖いかなーって言って話になって、じゃあちょっとなんかしてみたい色あったらそれにしてみるってなって、で、あ、じゃあネイビーとかいいんじゃないみたいな、青っぽい感じのネイビー良くないみたいな話になって、それにしてママには言ってた。だからママ以外はなんか、てかあれかもしれない、小6の弟以外はそこまでびっくりして、え、すごいみたいな、なんか興味津々だったみんな。え、どうやって染めたの、どうやって青になったの？言ってた。驚いたメンバー。え、でもなんか、え、なんかみんなに言われる。あれ？みたいな。先生さっき言って気づいてもらえないもん。あれ？みたいな。みたいな、うん、最初ネイビーでしたよ、ネイビー、ネイビー、青っぽいネイビー、なんかこのあの女の子のアバターの道枝咲って書いてある旗の一番下の色ぐらいの感じの色だった。もうちょっと青が濃い感じのネイビーだった。なんかあるか、最初めっちゃネイビーだったんですよ。あのインスタグラムに写真があるんですけど、その色よりちょい濃いネイビーだった。ちょっともうちょっと黒っぽい感じ、黒に近い感じの暗めの色だったけど、色落ちでもここまで落ちちゃいました。落ちちゃった。うん、聞けてないです。めっちゃ不思議がられました。ね、でも金髪の方が期間長かったでしょ。金髪っていうのかな、めっちゃ色落ちした後みたいな、ね、いや、見えるはず、え、配信のアバターって見えないんですか、皆さん。あれですよ、団長にいる方ですよ、この団長にいる方の5位の方のアバターとかのさ、マリンっぽい感じの、私のじゃないですよ。見えてる？そうそうそう、そういうことです。そうそう。の旗
肩の下の方の青よりちょっと暗めの、暗めっていうのかな、なんともちょっとね、あれだったんですよ。光に当たると青だって感じの感じぐらいの青だったって感じです。よかった、明治で。あ、そう、なんかその四角い青みたいな感じの感じが一番近いかもしれない。そういう感じでした。なんかね、ネイビーだってふふ、ありがとうございます。ちょっと痒くなってきた。なんか青、銀っていうよりかは緑だったかも。青、緑、銀かも。めっちゃ今もちょっと若干残ってるんですけど、緑っぽいのがめっちゃ緑だった。なんか、なんていう色だろう、分からない、オリーブ的な感じの色でしたよ、ずっと。イエイ6日目、6日は一緒ね、イベントやってますもんね、研究生。ショールーム開くたびに出てくる、なんか四角い感じで、あの研究生のイベントの広告、広告っていうの、なんていうの、出てくるで、次めっちゃ髪型で変わるかもしれない。色もだけど。髪型でだいぶ変わっちゃう。だって髪型変えるために誰って言われる。なんか新しく入ってきたのかと思ったって言われた。もう一回言われ。前髪つく。めっちゃね言われます。おはようございます。確かにプロフィールでね、もう髪の毛伸びちゃったし、だいぶ変わっちゃった。プロフィールだってこの辺だもんね、なんかさ、眉毛は少しだけ染めたけど、もうそろそろ戻ってきたかも、黒に。少し前に染めた、なんかすっごい変な分け方してね、今ね。なんか染めたんですよ、眉毛もちょっと落としたんですよ、明るくしたけど、もう落ちた、落ちたっていうか生えてきたから黒っぽくなってきちゃったから、ちょっともう一回染めます。染め直します。眉毛が、そう、何もかもが早いです。でも多分ね、ちょっとプリンになってきたのは
かもしれない。席が髪の毛結べる長さになったからだと。結べる長さになったからめっちゃ髪の毛結んじゃう。結ぶのめっちゃ楽。そうなんですよ、前髪上げるとあんま変化ない。前髪あるからっていうのもあります。しかも前髪長いし伸びちゃった。おはようございます。全然出遅れてないですよ。そんな言ってそこまで始めてから撮ってない気がする。全然大丈夫です。朝ごはんはこれからです。何食べようかなってずっと思ってた。何食べよう どうしようかな。また色入れる。ちょっとお悩み中でございます。お楽しみかなお楽しみかなとか言って楽しみにして。でもこれではない。して変えるけど武道館までのお楽しみです楽しみにしとこう。そっちの方が楽しくない？どうなんだろう。楽しみの方がいいよね楽しみしててほしい。え、武道館でお披露目したい。まさき髪の毛お披露目しよう。そうしよう。だからもし今日染めに行っても、明日染めに行っても、さて染めに行ってもずっと隠しとくわ武道館来れた人が一番最初に見れるそうしよう。そうします。うん、隠す頑張って隠す。こうやってこうやってビロビロビロってモザイク隠れむせる。確かにアフロかぶってできるね。なんかさ、今アフロで思い出した。なんか弟がね、今小3の弟だが0歳の時にめっちゃアフロかぶってたの今急に思い出した。アフロってなんかよくさ、ママの友達のお家遊びに行ってて、でそこにねアフロが置いてあるのでさ、ずっとそのアフロかぶってた0歳が、すっごい笑顔の写真残ってる
残ってるよ。あー本当に可愛いよ。めっちゃ赤ちゃんバブバブしてんのに、バブバブしとるのにさ、アフロでさ、めっちゃ笑顔って可愛くない？んー、アフロしとこうか。そうですね、かぶってたっていうか、かぶされてたっていうことですね。そうですね。そう、あったから、あ、これ似合いそうじゃないって言って、ポンって、すっごいフィットしてたし、可愛かった。ちゃんと可愛かったですよ。もさもさって言って、おはようございます。なんか、なんか手くぼんでない？ここえ、そう、いや、あのね、本当に兄弟ね、赤ちゃんの時が異常に可愛いの。赤ちゃんの時みんな異常に可愛いの。なんかさ、めっちゃ目クリクリしててさ、めっちゃ可愛いんだよね。キュルキュルしてて、兄弟みんな赤ちゃんの時。今はちょっとわがままだからな。ちょっとわがまますぎたなって感じだけど、本当に可愛いの、ちっちゃい時は。異常にめっちゃ可愛い。だからみんな赤ちゃんの時だけめっちゃ溺愛しちゃうみたいな感じ。それぐらい可愛い。今はとても生意気だけど、だから生意気になっちゃったのかな。めっちゃ可愛いですよ。本当に赤さんのファンクラブできるんかっていうぐらい可愛い。小さい頃は可愛かったね。もう小学生の時点で言われてるよ、みんな。みんな小学生の時点で言われてる。なんかいけないことすると、小学生、あ、小学生ぐらいでいけないことしてると、ちっちゃい頃は可愛かったのにって、いつからそんな生意気になったんだって言って、一番下の子大きくなったけど、まだ歩きはしない。歩くのちょっと遅いのかな、もしかしたら。もう1歳になっちゃいましたね、思いました。30分経過しましたよね。もうちょっとだけしようかな。もうちょっとだけしようかな。8時まで。なんか15分ばっかでも短いなと思って。しゃっくり、しゃっくりとあくびってつら。同時に来た。誰もが通る道なのかな。一番下の子ね、でもね、めっちゃなんか喋ってる、一人で。
あおあおあおと言ってる。何言ってるのかは分からない。まだ会話できないんですよ。だから兄弟の中で今のところ一番早く会話できたのが2歳。2歳に関してはめちゃくちゃ早かった。あれ待って、誕生日来たから3歳か。3歳だもん。3歳だ。誕生日来たから3歳だ。3歳は1歳になるちょっと前から会話できたの。早くないですか？11ヶ月ぐらいで生まれて、生後11ヶ月くらいでね、会話した。名前呼んだらね、なにーってなにーって会話ができた。なんかさ、保育園とかでさ、保育園とかってね、あれなんですよ、道枝さきちゃんとかさ呼ばれるんですよ。で、はーいって言うのが普通なんだけど、違うの、その子なにーなんなにずっとなになに言ってた。名前呼ぶたびにお話わかんのって言って、うんで、すごいなって。おはようございます。生後11ヶ月で会話ができました。3歳は一番早かったです、会話できる。びっくり。誰か呼んだってよりかは普通に、え、なにみたいな、どうしたの的なニュアンスです。だって1対1だもん。そこにいたの部屋で、さきとその3歳が生後11ヶ月の時、2人で部屋でね遊んでたの。でさ、なんて呼んだのかわかんない。多分さっきが普通にあれなのかな、保育園の時ね、どういう反応するんだろうと思って気になったからなのかわかんないけど、名前呼んだんよ、普通にフルネームで。そしたらさ、なにって言ったから、え、喋るじゃんみたいなえ、会話できるじゃんって、あれみたいな生後11ヶ月で会話ができちゃうなんて、あれれれれれれみたいな、びっくりしちゃった。おはようございます。さっきは7人ですね。7人です。の中で一番早かった。生後11ヶ月で会話できちゃう7人だ。あの席の1個下がちょっと離れてるんです。今中2なんですけど、5歳離れてんのかな、多分5歳離れてて、そうだからめっちゃ記憶あるんですよ。その1個下の子が、そう、2番目の子と離れてんです。その席の次の子、2番目の子が生まれた時の記憶めっちゃ残ってる。溺愛しすぎてやばかったあ
れだったもん、毎日病院通ってた。生まれたてってさ、まださ病院でさ、病院にいるじゃないですか、お母さんと一緒にさ、病院でさ、ちょっと病院で入院っていうのかな、入院ではないけど、なんていうんだろうね、いるじゃないですか。でそのいる時の期間毎日通ってた家から近いわけでもない、パパにお願いして帰ってきて、パパが仕事から帰ってきてすぐ行ってた、一緒にさすがに5歳から子守りはしてないよできないもん、5歳、5歳って年長さんだよ年長さん子守りしてたらすごいわ、びっくりそう、毎日行ってた、毎日会いに行ってた。席がママがいないのも初めてだし、なんか妹できるのも初めてだった、兄弟できるのも初めてだったから、嬉しすぎて毎日通ってた。学校から帰ってきてパパ待って速攻病院行ってみたいな感じだった。ちょっとおはようございます。マジでマイキー、ほんとそんなにマイキー、マイキーってさめっちゃさ明るくないですか。いけるかな、手がプルプルしてきた、ダメだった、ダメだったそうそうそうなんですよ、なんか赤ちゃん見るのも初めてだったの、先はそうそう赤ちゃん見るのも初めてだったから余計に、この手は何かすごい音鳴っちゃった、恥ずかしい、何かすごい音鳴っちゃった、そうめっちゃ気になってめっちゃ通い詰めてた。逃した。多分あれじゃない、映像倉庫とかとかに声がガサガサになってみました。なんか映像倉庫とかに多分ね、配信残るっけ？残りますよね確か。だから見れる気がする。ちょっと聞いてみて。また鳴った。めっちゃ鳴っちゃうよ。待って、朝ごはん何食べよう、何がいいかな、レタスじゃん、冷蔵庫今何あるんだろう、自分の音かと思った、めっちゃ音でかいやん、ごめんなさい、イヤホンしてる人からしたらうるさいね絶対、すいません本当に、お腹がすいません何あるんだろう冷蔵庫、わからない、何があったっけ、なんか辛いの
えのきやったら、えのきとコチュジャンのやつ食べたい。え、先あるあるなんだけど、朝から辛いあそこまで湧くんじゃない？よかったよかった。キムチだと全然辛くない。キムチって全く辛くないの？あ、一番下が起きた。なんか言ってる。あー。なんかね、あのえのきタッパーにえのきをちょっと食べやすいサイズに切ったやつを入れて。コチュジャン入れて混ぜてレンチンして食べるとすっごい美味しい。それをよく食べます。グッドモーニングモーニング。えのきは好き。唯一食べれるキノコ、えのきとなめこぐらい。しいたけとか食べれないんですよ。アイリンギとか。匂いが無理で。えのきも前は食べれなかったんだけど、それにしてから食べれるようになった。なんかね、最近えのきではね。前は少しは食べれたの。なのに事件があってあのさ、お弁当でさ、鮭とさ、えのきのさ、ムニエルをさ、中学の時にね、お弁当で持ってたの。でさ、食べるじゃんか、食べようと思って、そう、お弁当をカバンから取ります。そしたらなんか教科書全部びっちゃびちゃで、教科書が全部こうやって波打っちゃったの。でしかもさ、教科書の匂い、キノコの匂いしかしないし、臭くて臭くて、とても臭くて、そっからえのきが嫌いになって、でコチュジャンとえのきのやつを見つけた時からまたえのき食べれるようになった。ちょっとトラウマだった。だってさ、毎回さ、教科書さ、その次の日、次の日っていうかその日から教科書開くたびにさ、えのきの匂いするんだよ。嫌じゃないですかもう耐えられないんだけど。なんかさ、友達、隣の席の子にさ、なんかえのきの匂いしないって言われてさ、なんかさ、なんか変な匂いしないみたいな、絶対席の教科書じゃんみたいな。最悪。なんかお弁当の蓋がうまくちゃんと閉まってなかった。だから全部漏れたって、えー？って感じで、本当嫌だったよだって教科書全部だよ。全部の教科書開くたびにえのき、あの鮭とえのきのムニエルの匂いするの。お腹すくじゃん。しかもなんかちょっと臭いじゃんって、本当耐えられない。キノコ嫌いなのにさ、もともとさ、なのに毎日キノコの匂いするって辛い。えのきの匂いを当てられると思って、肌良すぎ。でもね、その子知ってたんだよ。言ったの。なんか教科書、えのき、なんか教科書に鮭とえのきの中身にえるみたいなやつ全部かかってたんだけどみたいな話した子だった。だから絶対分かってる。もうわざとだよね、ほんと嫌になっちゃうしかもめっちゃバカでかい声で、
めっちゃみんなに聞こえる声、なんかヘノキの匂いしなしねーみたいな言ってて、マジでさ本当にさそういうの良くないよみんな気づいてないんだから、席が遠い人とかわからないじゃん、ね、そこまでしないから、さすがにね、めっちゃ端から端まで匂いするってわけじゃないから、匂いが漂うぐらいだから、教科書から S プラス側だった、ふざけんなってなるよね、ほんとよくないよねそういうの、ほんとよくない、ほんとに嫌だった。しかも割とまだ前期だったよ、割とね最初の方だった、それやったのよく耐え抜いたよね、しめじもダメです、本当に、うん、一気にみんなに知れ渡った、え、えのきってなんでえのきみたいな、ほんとにやで、これでいじめられたらほんとに一生恨めよって言ってた、え、ほんとによかった、あだ名えのきにならんくて、危ない危ない危ない、本当に良かったよ、危なかった、えの気になるところだった、危ない危ない、え、でも最悪咲がえの気ってあだ名になっても、そのなんかえの気の匂いするくねみたいな言った子があれなんですよ、髪型がえのきっぽいの、きのこっぽいのだから、仕返しできた仕返しできたとか言ってすごくね、保育園から知ってる子だから、うん、全然言える、言えちゃう、言える、どういうこと、カビタパン出てきたの、なんでやばいやばい、カビキンってあだ名になった、やだー、なんでカビタパン出てきたの、パン嫌いだったのかな、でもいたかも、なんかさパン嫌いでさ、ずっとさお豆腐箱にさあなんかコレクションしてた子がいた、いや仕返ししてないですよ、もし先がねエリンギじゃない、間違えた、えのきっていうあだ名になってたら、えのきか、分かんなくなっちゃった、えのきっていうあだ名になってたら、そしたら先は絶対仕返してた、キノコってキノコを定着させようって思ってた、絶対させてたと思うそうそう、仕返し、さすがにさそれがさなんかそこまで言うてなんかなんて言うんだろう、普通に学校で喋る程度の仲の良さだったら言わないけど、いや保育園から普通に仲いいんですよその子、だから全然言い返しはできますめっちゃ仲良ければ全然言い返しはできる、さすがにそこまでなんかなんて言うんだろう、ちっちゃい頃から一緒ですとかだったら全然言い返しできるけど、そこまで仲良くなかったら言い返しはできません、ね、机のさなんかお道具箱にさ給食コレクションしていくのよくあるあるですよね
なんなら牛乳詰め込んでた人いたけど。で1週間ぐらいして溜まったなっていう感じだった時に持って帰ってお家で捨てるみたいな子いた。そういうこと？やだー、絶対なんだけど。かわいそう。それはだってさ、自分でパン入れたわけじゃないのにさ、気づいたらさパン入っててさ、カビてんでしょ。なのにカビ菌っていうあざなが自分で作って、かわいそうすぎる。本当に本当に意地悪なんだよ。いや保育園の時のさ、なんていうの、保育園同じ保育園だった子は急に中学で再会したの、よくわかんないけど。で小学校の時はみんなパラパラになっちゃって、見事にパラパラだったんだけど、中学で再会して、でもみんな本当に意地悪なの。本当に保育園のね時の友達みんな意地悪なの。毎日いじり倒されてた。毎日めっちゃキレてたの覚えてる。毎日キレてて、本当に兄弟みたいな感覚だったもん。その怒ってる時とかマジ兄弟と変わらず。それぐらいキレてた。本当にいい加減にしてよ、本当に。本当にやめてくんない。そう、なんかね、その保育園一緒だった子たち、その子たちだけがめっちゃいじってくるの、異様に。何なんだろうね、よくわかんない。いや幼稚園の時一緒だった子はいじってくる子とかいないの。なんか保育園だけ、なんでそんな保育園。嫌なんだけど、そんな保育園。本当にそうです。8時くらいまでとか言いながらもう8時1分。ちょっと喋り倒したい今日。夜できないんですよ。だから朝に倒した。夜あまりできない、最近。なんかあまりでした。時間帯的にできなかった。夏休み前に教科書家に持って帰るために整理したら、からカビタパン。やだよ、カビタパン出てくることそこまでないよ。チーズをコレクションしていた友達は、どういうこと。やだ、カビたチーズってこと。チーズもカビてるかもと。カビが生えたチーズみたい。やだ、嘘、そんなに。って考えると関が行ってた学校は優秀だったんだね。カビたパンが1回しか出てきたことない。1回だけあったかも。それぐらいだった。笑えないいじりもあったよ。だから本当に笑えなくて、一回ちょっと無になった時あった。そしたらあのキノコがね、本当にそれはちょっとやばいよって言って。なんかさ、本当に嫌だったの。嫌だったことがあって、ちょっと今思うと相手もちょっとかわいそうだなって思っちゃうんだけど、ごめんねっていう感じなんだけど。めっちゃ軽いんだけど。なんかさ、中学校あるある、黒板にさ、あの日直のところってさ、パカーンって真ん中に割れてんじゃないですか。でさ、日直のさ隣の席の人の名前書くじゃないですか。でさ、あの上にね傘書き始めたの、あのハート。
あやあや傘みたいな。で隣の席キノコだったので、その傘かき始めて、もうそれ嫌すぎて、嫌だとすごくすごく嫌で、あ別にキノコがめっちゃ嫌いってわけじゃないよ、普通に仲いい友達だったからすっごい嫌で嫌で、そう日中あるある、そうなの、もうそれが嫌で嫌でマジで無になって、本当にやめてくんないって言ったら、キノコもそうキノコ呼び近いしキノコもさすがにそれはちょっと本当にやめてって怒ってるって怒ってるって、さっきも怒ってるよって、だからやめて、本当にやめてって、そしたらキノコがね、本当に怒ってるからやめなってってなったの。でさ、黒板にさでっかく書き始めるわけ、それを本当に嫌だった。なんかさ周りからもさ、えみたいな、そうなのみたいななるじゃん、知らない子からしたら、いや違うよって全然そんなことないし、なんでみたいな、逆になんか中学って仲いいイコール付き合ってるみたいなのがあるんですよ、それやめてほしい。付き合ってもないし、そんな恋愛対象にも入ってない普通に仲いい友達だから、なんか保育園から一緒にいたらそうなっちゃうよねって感じ、普通にめっちゃペラペラ喋ってただけなの、謎だよね本当に。中学って小中って謎ですよね今も。だから子供だなって思うことがいっぱいある。好きな給食は揚げじゃがいものそぼろに大好きだった。え、そうなの、今となっては全然笑える話なの、でも当時はマジで嫌すぎて、本当にやめてくんないってガチ嫌そうだった。今はめっちゃ笑えちゃうけど、当時ガチで嫌すぎて、うん、本当によく言ってた。もういい加減にしてよって、本当にそれは嫌って言って、本当にめんどくさいよって。いや本当になんかだるがらみみたいなのがすごかったの。本当にまた言ってるまたゴリラゴリラ言ってる。嘘、揚げじゃがいものそぼろにめっちゃ美味しいですよ。なんかね、揚げたじゃがいもとそぼろにが混ざってそのまま3年間ずっと一人の子好き言い続けたけど、えぇ、一途素敵ですね。え、めっちゃいいじゃないですか、地図大事。めっちゃいい。あれでもなんか人かも、なんかね一人いた、そういう子、同じ感じの子いた。ゴリラ好き、ゴリラ好きなんだって。なになにゴリラってすぐ言う、なんとかゴリラ、
ただきますゴリラみたいな、なんかよくわかんない、なんでゴリラ来たみたいな、ごちそうさまゴリラまたゴリラ言ってるゴリラ言い過ぎじゃない、朝から 何回ゴリラ言った、何ゴリラ、子供の頃ジャングルジム鬼ごっこしたことありますか。ありますよ、あって落ちかけたことある落ちなかったからよかったけど、危ねえちゃったと思って、そういうのがあるとさ記憶に残ってるんですよね、うん、おはようございます、ほんと何もかかってないよ、な何がゴリラなのっていう、いただきますゴリラ、ごちそうさまゴリラ、ねえさっきゴリラ行ってきますゴリラ、ただいまゴリラ、全部ゴリラ、ゴリラの車あるよ誰の車だみたいなそんな感じ、怒られてる怒られてる、今何時だって8時過ぎてるよね、8時10分じゃん、8時10分なの、おかしいおかしい、遅刻確定よ、あのね40分に家出なさいって言われてんの兄弟が、小学生組が、なのになぜかまだいるっていう、遅刻するよって何回も言われてんのに家を出なくて、結局今出てったっぽいんだけど、10分に出てったってことは完全に遅刻確定っていうことなんで、それでママが怒ってるっていう話、だから言ったじゃんって、早く家出なよって、なんで早く出ないのって、遅刻確定じゃんって、だから怒られてます、電話しないよって、遅刻するときって電話しないといけないじゃないですか、小学生って、まあ、中学生もだけど、中学でも大体自分でするじゃん、だからあれだけどさ、小学生ってさママがするじゃん、だから言ってる、間に合わせなよって言われてるのに、嘘遅刻しちゃうからだから怒られてるそりゃ怒られるわなって感じですよね、え懐かしい、サールゴリラジーバーディー、それ言ってるよ、ゴリラ好きの子、ゴリラくんは3歳です、3歳になりました、うわよくいた、なんか親のふりしてさ電話して、休みの電話する子いた、もしもし、あのなる丸々の母と申します、あいつも息子がお世話になっておりますみたいな、あのちょっと何々が少しお熱があるため本日はお休みさせていただきますって知ってる子いた絶対バレてるよね、だって声が違うじゃん明らかに、なんかさいい感じに言ってもさちょっと声高いじゃん、ちっちゃい子ってなんか何々と申しますみたいな高すぎじゃん、本当に高いんよちっちゃい子って声が、秒で割れるよね、本当にだけど先生優しいからさ、あそうなんですねって言ってくれるの優しいなって思いながら、その友達の電話を横で聞くっていう、寝落ちしましたけど今起きた、そうなんかやってるよ
夜できないから長くした。普通にバレますよね。なんかね、さっきのクラスその日休みだったの。なんか前日、なんかね、土曜日に、土曜参観じゃなくてなんか研修みたいなのがあったの。研修、先生たちの研修なんかわかんない、なんかあって、あ、研究授業みたいななんかあって休みだったの。休みで先のクラスがで、友達のクラスがあったんだけど、普通に学校だけど遊びに行きたいってなって、それで遊びに行っちゃった。休めたから。友達が、しかも平日だったからさ、から秋を夢の国行ったんだけど、から秋でな、目に突き刺さる髪の毛、から秋だったからもう最高でした。友達バレたらめっちゃ怒られるやつ、ちょっと申し訳ない。でもバレてなかったからよかった。好きはもともと休みだったし、いいかなみたいな。その友達が良ければ。ちっちゃい時、ちっちゃい時なんか割と最近まで、小6とかそんぐらい、全然最近じゃないね、中学上がる手前、小6ぐらいまでは本当に夢の国行った次の日とか疲れすぎて、いつも毎回熱出してた。どんだけ遊んだんだよって話ですよね。全力で走りまくって遊ぶと絶対次の日熱が出るの。ちっちゃい時ずっとそうだった。何なんだろうねあれって、はしゃぎすぎたのかな。夢の国行ってもで帰ってきて、その日は元気なのけど、次の朝になると絶対寝ちゃう。遊園地とかもそうだし、なんかどっか遊びに行って次の日絶対寝ちゃう。リミッターを超えて遊んでたのかな。本当に全力ではしゃいでた。面白すぎますよね。どんだけ全力だったんだってね。いや、具合悪いとか、なんていうの、風邪っていう症状もないの。なんか鼻水が出ますとかじゃない、頭が痛いとかじゃない、なんか体を思うみたいな。もう起きれないってなって、熱、体温を測ると熱ある。不思議だよね。ね、でだからいつもどっか行って、次の日は休んで、その次あれだった、その次の日から復活して、いいですね、お家でゲーム、ね、いい。最近は行ってないですよ。でもね、
3年前ぐらいかなとかまでは全然普通にめっちゃ行ってました。年に2、3回は行ってた。家族でだから少ない方かもしれないけど、せっかりしたら多いよ。ね、そう、本当はしゃぎすぎた。知ってますよ。そう、なんかね、誰がどんだけ小さいだろうと乗り物が乗れなくても言ってた。だって席あれだったもん。0歳ベビーカー1歳手つないで行ったことあった。あとはそれプラスママとパパとのその5人か5人でも行ったことあるし、そこに小中学生も合わせて行ったこともあるし、バラバラ。好きが全然みんなとお出かけ行けなかった時があったの。あの全部公園が入っちゃっててうまく合わなかったの予定が。時とかはよくその保育園組とあのね、一番下の子と2番目下から2番目の子はまだ生まれてなかったからあれなんだけど、その保育園それ以外の保育園組3人か3人だ。その2人とあともう1人あのじゃがいもくん、今小3の子がまだちっちゃかった、年中さんとかだったから、その子はパパとママで手伝いでもらって、その子が一番大変だったのその頃はだからパパとママに手伝いでもらって、で先は1歳と手つなぎ0歳ベビーカーユニバ行ったことないんです。行ってみたい、めっちゃめっちゃ行ってみたいけどね、行ったことがないだって遠いもん、大阪。おはようございます。え、ありがとうございます、優しい。そうなんですよ、子供めっちゃいる、めっちゃいるとか言って今はね、でもね今は4人いる、そこに小学生2人と中学生、小学生2人か、小学生2人と中学生1人はもう学校行っちゃったからいないけど、今は今1か1歳、3歳、4歳、5歳かな、お家にいます。そうだね、5年くらいね。生まれたての時はさ、もうさ独身してたけどさ、でもさっきあれだよ、言うてすぐ保育園入っちゃったから、そこまで言うてですよ、そんな丸々5年も一緒にいなかった。半分くらいじゃないと、半分もいないくらいね。ユニバ行きたい。10人家族です。8人兄弟います。
3人は中学生も行っちゃってて、で今いるのが2人、あ、4人そこにいて1人ここにいるから、であとパパとママで10人家族です。10人です。そうなんですよ、関東からだとなかなか交通費がかかるんです。だから1日じゃ行けない、絶対何日か行かないと、2泊3日みたいな感じで行かないとなんか行った感じしない。日帰りはさすがにちょっと短いなって思っちゃう。そうなんですよ、めっちゃ人数多いんです。楽しいけど大変です。大変、ちょっとうるさいんだもん。あのね、受験勉強とかの子がかわいそう、それぐらい。マジでかわいそうだよ。男の子と女の子は何？男の子が多いんですよ。女の子3人で男の子が5人。うさぎじゃん、女の子。で、中2の子と年長さんで3人じゃん、女の子。で、あとの5人が。5人が小6、小3、年中、年少だな。違うよ、男の子だよ。年少だよね、年少で、あとが次が 2?3? もう分かんなくなってきちゃった。誕生日来ると分かんなくなる。3だよね、3と1だよね。3と1です。喧嘩はしょっちゅう。誕生日来ると毎回分かんなくなる。最初のやってた、やっぱ3と1だ。さすがに把握してます。それあれってなる。そう、毎年変わっちゃうからあれみたいな。どうだろう。どうなんでしょう。最近。下の子たちは分からない先。何年生まれっていうのは最近っていうか、その3歳と1歳分からない先。最近すぎて。で、今2022ですよ。で、1歳ってことは2021に生まれた。2020、わかんない、そこがわかんないけど他はわかる。さっき2003じゃん、その次は2008じゃん、その次は2010なので、その次が2015なので、その次が2000はわかんない。平成29で、その次が平成30なの。
平成でしか分かんない次の子から。なんか誕生日めっちゃ2と9が多い子がいて肉なの。だからそれで覚えてて、だからね平成29ってなんか、でその次の子は年子だから平成30じゃん。そっからわかんない。だからあと3歳と1歳がわかんない。川越の時は2019だっけ。だったら2019年が一人いる。そう、肉がねいっぱいあるの。だって平成29の2月の29肉、全部肉、2か9だから、そうめっちゃ肉でしょ。だから覚えやすいんです。あの病院行った時とかめっちゃ書きやすい。めっちゃ書きやすいの。2029か、多分3歳後で、2029。怖い怖い。2019じゃん。ねえ、2021なのかな、多分1歳がね、多分ですね。強そう、本当に。嘘。さすがにママとパパの誕生日はね、すぐ分かる。だってあれも分かるもん。何年生まれっていうのも分かる。令和3年か。そう、なんか好きね。令和分かんないの。令和いつから始まったかがね、思い出せない。分かんなくなっちゃうの。なんかさ、もうさ、自粛期間中とかでさ、もう頭おかしくなっちゃって、あの感覚なさすぎて日数の。だから本当に分かんなくて、何年経ったのかが、え、もうそんな経ったみたいな感覚なの。だから分からないんですよ全然。おはようございます。そう、分からないんです。え、そう、だから今あの令和4年じゃんとか書くとき、いつも分かんなくなっちゃうの。え、待って、今令和4年みたいな。一回調べよう、怖くて。間違えてたら怖いもん。え、平成31じゃない？違うっけ。32っていう数字見たことない。それで判断してるのかって感じ。31だったと思う。面白すぎる。珍しく他に誕生日おめでとうって言ったら、母の誕生日を間違えとるでって言われた。めっちゃおもろ。確かになんか統一してほしいですよね。分からないよね。え、そう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 、今令和何年調べちゃう。あ、31ですよね。
期は平成15。あ、学校あるある。平成何年かわからない。自分が。学校あるあるすぎません、これ。なんなら、中学までいたんだけど。自分平成何年かわかりません。わからないって言ってる子がいた。大体ね、3回読んだと思うよって。何時まで配信しよう。8時までとか言ってもう30分経っちゃってる。あれ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 、じゃあ9時まで。ありがとうございます。なんかさ、朝ってさ、時間感覚で本当にないから、先朝だけじゃないけど、なんか本当に時間感覚が自分なくて、気づいたら時間経ってる、いつも。うん、お腹もね、気にしてなかったから全然平気です、今ならなくなった。うわ、あるある。なんか席あれなんですよ、弟が1月5日誕生日で、飼ってたウサギが1月15日だったね、誕生日。どっちがどっちか分かんなくなってた。今は分かるけど、ずっとね、どっちか分かんなかった。しかもね、その弟が生まれたタイミングと、そのウサギが来たタイミング同じくらいだった。だから余計にややこくて分かんなかった。あれ？おはようございますね。そだから分かんなくて、本当に待ってみたいな、どっちがどっちなんだろうってずっと思って。で、誕生日来て、あのケーキとか買いに行って準備した時に気づいた。あ、こっちが弟か。なんで聞こうと思ってたのにさ、気づいたらさ、1年経ってた。1年も経ってないのか。気づいたら誕生日が回ってきてた。首が出る。ちょっと持つのが大変でした。プルプルしてきた手が。なんかね、最近髪の毛本当にサラサラになってきたんですよ。と嬉しいです。とてもあのブリーチした後ね、髪の毛がさ、ケープした時みたい なんかワックスつけた時みたいな感じにパッキパキに硬くなっちゃって、あ、もうこれやばいかもって思ったんですけど、今めっちゃサラ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 そう。普通に分かんなかった、同じタイミングで、ね、泣いてる？本当？嘘。でも大丈夫、もうね、スケジュールにちゃんと全部書いてるから、誕生日と、あとね、さっきあるあるなんだけど、LINE の名前のところの後に数字入れんの。例えばさっきやったら1220みたいな、誕生日。そうすると忘れない。てか自然と覚える、その連絡開くときに見えるから自然と覚える。記念日？え、忘れちゃうの。
かるよ。けどなんか忘れないようになんか努力しててほしいか。忘れちゃうのはしょうがないかもしれない。だってさ、人間誰も忘れるじゃん。忘れることあるじゃん。けどさ、忘れない努力はしてほしい。せめてな。スケジュール入れてたけど忘れちゃったんだよねみたいなのだったら許せる。本当髪色似合ってる。嬉しい。ちょっとまた武道館変わるので色が、お楽しみにしててください。ちょっと1ヶ月くらい限定で。染める勇気何もなかったです。え、すごい。何交換するのか分かんないけど、出会った現場で日付書いてんですか。めっちゃマメじゃないですか。え、すごすぎ。なんか例えばスケジュールとか携帯のカレンダーのアプリ、例えばなんだろう、例えば彼氏と彼女付き合いました記念日みたいなとかは、だったらなんかさ、そういうさスケジュール帳とかに書いててほしい。でも分かんない、普通のカップルがどんなのか分かんないけど、そうであってほしい。って漫画好きの人が言ってます。漫画見すぎだからわかんない。そんなんか現実にあるのかわからないけど、そうであってほしいです。髪の毛染めたきっかけは、前から染めたいと思ってたんですよ。でも染めるタイミングっていうか、なんか高校は染めても大丈夫だったんですけど、なんかあまりよろしくないって、高校生だからってなって、じゃあ卒業したら染めようってなったので、気づいたら染めるタイミング逃しちゃって、あ、今染めれんじゃんと思って染めたって感じです。めっちゃふっかるでしょ。え、なんかバグったんだけど。あ、待って待って。最近めっちゃふっかるなんです。なんなんだろうね。なんかそんなさ、そう、髪の毛切った時も言われたの。なんか切る勇気あったでしょみたいな。切る勇気なんてないよ。なんかあのヘアドネーションした時とか、もうすごい切る勇気あったでしょって聞かれたけど、全然なかった。なんなら短くなってラッキーみたいな。ちょっと長いのが辛かった。先はあの睡眠時間削られるし、あのお風呂入ったのに、お風呂入ったあのドライヤーするのにすごい汗かくから、お風呂入った意味あんのかなみたいな感じだったですよ、お風呂入っても。だから本当に大変だった。よくあそこまで伸ばしたなって思います、今思うと。そう、なんかすごい長いね、すごいねって言われる意味が最初は分からなかったけど、短くして分かった。あそこまでのロングにはしないです、さすがにできないです。できなくなっちゃったよ。え、そう、洗うのがめっ
ゃ楽になる、よっしゃーみたいな感覚だった席もともと短くしたかったから最高と思って感じでしたよ。うん、スケジュール帳持ってますよ。なんかプリンセスの可愛いやつパパがくれた。大体の人そうですよね、高校卒業したら神様、ね、なんか学生だからあんまり染めるのは良くない、ね、多分わかんないけどね、学生って髪の毛染めてるとなんかあんまり良くないイメージありますよね。何なんだろうね、別にいいのにルールさえ守ってればって先は思っちゃう。何なんだろうね、その暗黙のルールというか、ね、染めちゃいけないみたいな、別に染めてもいいのに不思議だなって思って。だって髪の毛染めたイコール悪いってわけではないじゃないですか、謎ですよねだって髪の毛染めだからめっちゃなんていうのヤンキーになるってわけでもないし、悪いことするってわけでもないし、特に変わらないのにさ謎ですよね。その髪色が変わるってだけでイメージ悪くなる。ね、日本謎ですよね、それ。あら、なんか来た、ちっちゃい子。なんか喋ってる。かわいい。ちょっと髪の毛、今後の髪の毛に関してはちょっとお楽しみにしててください。楽しみにしててください。え、そうですよね、なんかいろいろ言われるよね。なんかさ、さっきはよくやってたのはリンス、髪の毛ね、何もならせない、髪の毛に黒髪にねリンスでひたひたにしてってやるとちょっと色が抜けるらしいんです。なんかさっきはそれは抜けた気がした、わかんないけど。でさっきそれで色ちょっと抜いてたの、染めたくて。だけどさっきその時はすでに中学だったから染めちゃいけなかったダメだったから、だからさっきはリンスで頑張って明るくしてたんだけど、叫んでる、鼻水吸われてるから可愛い。やばすぎる。鼻水吸われてめっちゃ叫んでおります。キヤ。染めたいけどでも中学はさすがに染められないじゃん。学校ダメだから。だから臨時で頑張ってあれだったんですよ。髪の毛明るくしてたの。そういうのはしてたけど、さすがに染めはしなかったね。え、そうなんですよ、ルール守ってればいいと思います。さっき高校は全然平気だった、だけど良くないって言われたから。ね、髪の毛染めるイコールヤンキーはめっちゃ前ですよね。何時代、何時代とかねそれぐらい前のイメージ。だって平成とかも全然さ、ギャル
かめっちゃさ、なんて言うんだろう、金髪、ほんとマッキーロみたいな金髪でさ、ロングでさ、めっちゃ肌黒かったじゃん、感じのギャルだったけどさ、そんな髪の毛染めただけなのにって思っちゃう。みんな学校行きましたよ、学校組で。今保育園組も行った。今鍵閉める音聞こえたから多分行ったよ。めっちゃ叫んでます。鼻吸われるのすごい嫌なんだって。鼻水をさ吸わないとさ鼻詰まっちゃって、下の子が。だから鼻水をね吸うの、吸ってからいつも行ってるの。メイク見えないような、メイクはしてなかった。なんかあれだけ塗ってた、でも日焼け止めみたい。なんかね、少しトーンアップする日焼け止めがあるんですよ、それを塗ってた。めっちゃ目がかゆい、それは塗ってた。さっきのままギャル違いますね。そこまで言うてギャルではないかもしれない、全盛期ではないかもしれない。ギャル寄りだったかもしれないけど、そこまで言うてギャルでもない。小水さんがですか？そう、席添えちゃったから。でもめっちゃなんか楽しい。え、そう、なんかヤマンバギャルとかそこまでいかない。なんだろう。ここまでギャルはしてない。なんか普通のギャルでもないかも。普通の高校生って感じだった、ママ。なんかね、あのさ、高校生ってさ、こういう長いさピンあるじゃないですか。こういうのをさ前髪にこうやって留めるじゃん。それつけてルーズ履いてスカートくるくると折ってたぐらいだった。から普通に高校生にいるって感じ。ギャルの基準、好きからしたらギャルの全盛期ってヤマンバなのね、好きからしたら。だから好きからしたら全然ギャルじゃない。つけま何十人もつけてるわけでもないし、つけま一つしかつけてないし、これしたら全然ギャルじゃない。正規の基準か、ヤマンバだからだと思う。それは人によって違うと思う。ヤマンバ知らない人からしたらめっちゃギャルってなっちゃうかもしれない。どうだろう、正規はヤマンバを見てしまったからギャルって感じない。確かに、えー、カラフルな子多いですね。カラフルというか、いろんな色がいる。ルーズ履いたことありますよ、全然。あるあるある。中学ルーズ履いてたことある。さすがにダメって言われたから、やめたけど。ダメって言われちゃった、中学ルーズで行ったら。これはダメです、明日からやめますって。一日だけルーズ中学生した。
そう、全然ある。でも高校もね、ベース何回か入ってる。高校に入ってたことはなかったけど、友達と遊ぶ時とか入ってたかも。なんか可愛いのがあったの、ひまわりがついてるさ、ルーズがあったのそれ履いてた。今はね、なんか言うてそれもね、いっぱいは履かなかったの、履けなかったの。そう、なんか学校も高校もね、なんか制服一応自分で買ったのあったんですけど、なんかね、あれだったの、私服でもいいよって感じだったから、そんないっぱいは制服着てないの。言うてそこまで毎日着てたわけじゃないから。だからそのまま今妹に行ってる。ちょうど電車の中にギャルがいる。本当？どんなギャル？どんなギャル？嘘、素直？嘘。え、でもめっちゃ素直だったらその場で脱ぐよ。さっきは裸足はさすがに足臭くなるから嫌だと思って履いてたけど。ルーズ落ちないようにノリで止めてたり、止めてたりした。さっきね、それ公演の時してた。あのレッツゴーの時の制服の衣装、さっきルーズだったのね。ノリで止めてたりした、あの時とか。あと他になんかね、靴下ルーズなんかで履いたんだよね。なんでなんだろう、思い出せないんだけど、何かで入ってそれとかをノリで食べてて。おはようございます。めっちゃルーズ止めてた。形が綺麗に保つんだよね、貼ったノリで。あの止めた方がだからめっちゃいい。そうそう、ルースって可愛いんだよね。そうなんですよ、下がり多めかも。いつもこの時間？なんか大体です、基本7時から7時15分くらいみたい。てか7時から8時の間に朝基本配信してます。今日は異常、今日はちょっと異常なだけでだいたい基本は7時から8時の間に15分くらいしてっていうのが基本なんですよって言ったんです基本なんです、基本にしたいっていう話したんだけど、今日は異常すぎました今日は異常、ちょっとね、やっちゃってる。ルーズソックスって、え、そうなんですよ、乾きづらいの。なんかちょっと分厚いし、あれなんですよ、長いからね、乾きにくいんです。56分、やばいですね何時間してるんだ、だいぶしてるね。そう、今日しゃべりだめしてるんです。そうです、今日一緒なんです、本当にでもさ、なんかさ
多分ね、あれなんですよ、来週とか多分ね、本当に15分くらいしかできないかもしれない。そんないっぱいはできる気がしない。リハとかあるから。そうだからね、多分ね、今のうちに喋り試しといて、最高、みんなタイミングナイスですでは休みですか。よかったよかった、ね、あ、夕方からお仕事ですか。あ、それなら見れるじゃん無理しない程度でいいですよ。眠かったら寝ちゃってください、おやすみって言うからちょっと寝るねって言って、あと10分で2時間ぐらい、じゃああと10分やるね2時間したい、なんかキリがいい。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、ちょっと怖い、なんかいろいろとやばそうで怖い。そう、本当に全然まだ、え、普通にやばいってなってる自分が。おやすみって言う、全然眠かったら全然いつでも今から寝ますって言ってくれれば。今から寝ますって、おやすみゴリラでもすぐ反応する本当に3歳夜いつも来るよ。テク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 、おやすみゴリラって言って去ってくって、おやすみ妹と、なんでわざわざさ、絶対ゴリラを言いたいがために来たよねって、おやすみっていうよりかゴリラって言いたいから多分来たんだよねって言ったんです。毎回そう、テク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 、おやすみゴリラ、テクテクテクめっちゃ眠そうな顔で、え、わかる、電車の中で立ちね、めっちゃしちゃう。あのさ、スイカをこうやって持ってさ寝るじゃん、膝カクンってなるよね。ちょっと恥ずかしいやつ。え、そう、子供の謎のブームですよ、本当。永遠と続くゴリラ、ここ最近本当に2、3ヶ月くらいゴリラブームすごい、永遠と消えない。そうなんですよ、みんな学校と保育園行ったからとても静かになっちゃいました。今一人だからそれは静かだ。え、めっちゃ言われます、なんかさっきの声めっちゃ眠くなるって、だから寝落ちしちゃうってさっきのせいだねそれね、絶対ね、さっきの声がいけないね。本当ゴリラ病にかかってますよね。ね、いつかかるあるですよね。めっちゃさ、カクンってなったら恥ずかしいってなるけど、それよりも眠しか頭にないから、本当に眠すぎて、
それでまた寝てククンってまた鳴ってってなっちゃう。何回も繰り返しちゃう。いや本当に眠すぎてね、もう無理なんだよ。目開けようと思っても自然とこうやってなっちゃう。閉じちゃう。はじめまして。全然起こすよ。あきらーって言ったのをさっきが、そこだけ声を切り取ってあれにしちゃえば、アラームとかに設定しちゃえば。クくんってなってたなって寝ちゃうし、え、それはそうだけど、さっきは眠すぎて耐えられない。どういうこと？なんかディスってない？めっちゃゴリラ言うやん。いやー、もうゴリラ可愛いからいいんだけどさ。ほんと動物園でチンパンジーの次に好き。ん？チンパンジー、オラウータン。オラウータンの次に好き。なんで今チンパンジー出てきたんだろう。自分でもよくわかんない。オランウータンの次に好きだよ、ゴリラ。なんかさ、髪の毛、前髪がさ、すごいさ、直撃する。オランウータンの次に好きだよ、ゴリラ。うん、さっき筆箱ゴリラだし。でも一番はオランタン。オランタンかわいい。電車で座ってて寝てる人に寄りかかれた時どう対処していますか？あります？難しいな。ね、最近あんまり寄りかかられないから平気かも。前はね、なんかさっき寄りかか疲れるっていうか、なんか倒れてくる人いるんだよね。ちょっとレアキャラだからあんまり参考にならないかもしれない。さっきさ、基本さ、あのね、電車の角っちょのさ、ほんとなんていうの、こういう仕切りみたいなところにこうやってさっき追っかかっちゃう人だから、あんまり倒れてくる人いないんだよね。しかもさ、倒れてくるときってさ、なんかね、さっき前膝で寝てた人いたの、気づいたら。さっきもさ、寝ちゃうからあんまり気づかないんだけど、さっきとも寝ちゃうから気づいてないんだよね。そう、だからあれなんだけど、なんか倒れすぎて膝で寝てる人いた。女の人だったかよかったけど。ちょっとレアキャラだからちょっと参考にならないんだよな。なんか気づいたら膝に寝てた。あれみたいな。見間違いかなと思ってもう一回見たら、あれいるみたいな。あれみたいな。あれはあるけど、そう、なんか膝にいた頭が。ちょっとレアキャラなんですよ。なんなんでしょうかね。ちょっと何なんでしょうか。わかんない。そう、女性の方とか全然いいんですけど、そう、ちょっとレアキャラが多いんです私の場合。そう、なんか運が悪いの
のかよくわからない。ここまで来ると本当にレアキャラがいっぱいある。なんか電車乗ってたら目の前の人が急に椅子から落ちて、なんか床で寝て、でその隣の人はなんだっけな、なんか傘とお財布床に落として、わわわわわってなってる人がいたりとか、なんかもうすごいよ。なんかズボン履いてんのにめっちゃパンツ見せながら歩いてる人いたりとか、なんかいいブランドのパンツだったのかわかんないけどとか、一昨日ぐらいかな、では一昨日ぐらいはなんか駅で体操座りして寝てる人と横になって寝てる人と立って寝てる人が並んでたし、なんかねレアキャラが多いんですよ。なんか毎回何なんだろうね。何なんだろう、分からないけど、なんかレアキャラがいっぱいいるんです。レアキャラに遭遇するんですよ、よく。何なんだろう。謎すぎるの、本当に謎すぎる。あ、そうです、ツイッターで、そう、あれでしょ、多分パンツじゃない、なんかめっちゃ腰パンっていうよりか太ももの付け根でズボン履いてた。え、シャツじゃない、夜割とシャツって多いんだ、あれやキャラ。さっきは割と夜の方があれやキャラ多い気がする。夜の方がレアキャラ率高い、時間問わず。だってさっきその腰パンの人、さっきそんな遅くなかったよ時間。全然遅くなかったよ。なんか階段ちょっとこけそうになってつまずいてるし、本当に。あ、そう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 、カルバンクライン のパンツだったら見せてる人多いじゃないですか、あのラインの部分。いや違うの違うの、普通の無地のパンツ、もろ見え。誰に見せてんのって話だよね。なんだから、そのパンツがなんかいいとこのブランドのやつだったのかわかんないけど、無視だったからね。でもとりあえずめっちゃパンツ見せながら歩きながらつまずいてた。最先端ですね、最先端ファッションですね。2時間超えで、そろそろ終わりにしましょう。さすがにやばすぎる。もろみ、そう、めっちゃ見えてたよ。いや、暑すぎてっていうほど暑くなかった。だってさ、それあれだもん、フラガールあたりの時だったから、まだ夏でもない、そこまで5月6月くらいの話だから、全然じゃないですか。やばすぎー。怖い、それはちょっと。
びっくりしちゃう。えってなっちゃう。見間違えた？でもなんかめっちゃ可愛いおじさんがいたの。東京かな。で確か見た。めっちゃ可愛いおじさんいた。なんかなんだろう、あのイギリスのあのチェックのさ、よくさ見る服装あるじゃないですか。イギリスのあのチェックのなんか音楽隊みたいな感じ。わかんない、あの音楽の教科書とかによく載ってるようなチェックのさ服装、あれ着てるおじさんがいてめっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かったの。可愛すぎて思わず妹に LINE しちゃった。めっちゃ可愛いおじさんいたって。なんかさ、好きあれなんですよ、田舎っ子だからそういうのすっごいね興奮しちゃうの。嬉しくてめっちゃ可愛いんだけどってなっちゃうの。そう、あの新鮮すぎて。そう、なんか本当にいないんですよ、そういうなんか地雷の服装とか全く見たことないから、本当に東京行くとね、もう新鮮すぎて、いろんなことがもう全部報告よ。妹か親友かどちらかに報告必ず。待って、やばいみたいな。すぐ連絡して。田舎っ子がバレるよね。電車だけでもすごいテンション上がっちゃう。なんかさ、電車でさキャラクターみたいなコラボしてる電車とかさ、あとなんだっけ、電車の中になんかチラシみたいな、ああいうのでさ、なんかさ、いろんなのがあるんですよ、アニメのやつとか。そういうのとか見つけちゃうと写真撮って送っちゃう。充電が 100% だった、充電が 100% だったのに、なんかもう 20% しかないんだけど。20% しかなくなっちゃった。それはさすがにまずい。そろそろ終わりにします。今授業中。嘘、頑張れ、ファイト。勉強ファイト。はじめまして、なのか。え、セーラー服おじさん見たことない。見た、見てみたい。絶対かわいいじゃん。なんかさ、すごい可愛かったの、そのおじさんもおじさんでめっちゃ可愛かったの。なんかめっちゃ可愛かった。なんであんな可愛いんだろうね、よくわからない。とりあえず可愛かった。ちょっとねぽっこりしてて可愛かった。ランキング見ます。13位小町さん、12位新海さん、11位清文さん、10位たけしさん、9位めっちゃ天才さん、8位かぼちゃさん、7位モンキードッグさん、6位ペンギンかな、なんて読むんだろう、合ってるか、ペンギンさん。ペンギンの写真出てきた。
5位、としくんさん。4位、もんたさん。3位、なかきさん。なんか声がすごすなんかおかしかったね。なかきさん。なんか声おかしくなっちゃった。2位、ゴリポンさん。1位、シュガーティーさん、おめでとうございます。はちゃ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 、おめでとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、ペラペラしててペラペラ喋っちゃって2時間も。お尻痛くないですか、皆さん座ってる人。先はお尻が痛い。先は痛いね。では今日は休みの方はいっぱい休んで、お仕事とかこの方は頑張ってください。ファイトゥー。はあ、痛いですよね。うん、先も痛い。一緒。ちゃんと椅子に座って、椅子なんだろう、ね、お尻痛いのってどうしたらいいんだろうね。立ってストレッチしましょう。それしかないね。うん、ご覧にしながら見るのが一番いいかもしれない。さっきの配信は長いから。痛くて割れちゃった。ほんとごめんね。さっきも割れちゃったね。マッサージしてください。それでは長い時間朝から失礼いたしました。またしますね。多分明日の朝7時からすると思います。それではありがとうございました。また明日の7時かな、会いましょう。バイバイ。ありがとうございました。もし夜できるってなったらしちゃうかもしれない。わかんない、ちょっと微妙な時間なんですよ。夜が今日終わるのが微妙なので、ちょっとできないかもと思って今長くしてたんですよ。まあもしかしたらできちゃうかもしれないです。ちょっとそれは夜次第。あと携帯の充電次第です。それではおやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。